振り抜いた打球伸びていく伸びていく右中間伸びて近本起き上がれませんが打球はグラブに入っている。すごい取りました取りましたね、やはり福留とやっぱりギリギリのプレーですからね、まあただ何一つ無駄がなかったんでねやっぱりああいうプレーになったんですけど目いっぱい行きますからねこういう時は。そうですね、もう怖がることなく飛びついてもう勢いのまま行きますんでね、はい、ちょっとでも緩めるともうグラブの先届きませんから、カノがしっかりとショートを守っています。中村の打席センターの左切れていきますが塚本、まあ、本当にバッティングも好調なんですが守備の方も抑えています。ピッチャーのアルカンタラを助けました。ツーアウトランナーありません。これ先ほどご紹介したように風は今日は右から左ちょっと強めにも吹いてますし、そうですね、はい、まあ、変化球を叩いた打球なんで画面だけではわからない微妙な変化もしながら落ちていってると思うんですけどもね、はい、左の方に流れてますよね、はい、ただあのアルカンタラ投手はあの、はい、今の変化球はやっぱり要注意のボールです。 あれを持ってくるピッチングをしてほしいですね。捉えた当たりか右中間高く舞い上がる打球ライトが下がっていくセンターも下がる。近本取った。大ファインプレーが出ました近本。もうかなり際どい。さあこの角度が一番分かりやすい。取ってるんです。取ってますね。取ってるように見えますね。アウトです。センター近本大ファインプレーが出ました。いやこれもセンターへの強い打球だ。上空襲うがよく追いついた近本というところで、まあ、だんだんやはりこの木下シフトになってきているというところですが大きな当たり快音を残しましたが近本が下がっていってボールを取りました。形で敷かないとですね、はい、西川初球打ちセンター近本スライディングキャッチ。西も手を挙げて近本ナイスと真ん中に少し入ってきたところセンター近本下がって下がって取りました。楠本の当たりは大きな当たりセンターに上がっていますが近本下がるフェンスつく取った。取りました。すごいですね。大きな当たり最後は近本がボールを掴んでいます。このぐらいの雨ならもう平気でしょう。まだまだ、ね、あまり影響は、はい、エスコバーの当たり面白い当たりだ。伸びていくぞ伸びていくぞ。あ、取った取った取った。すごいプレーが出ました。あ、よく取りましたねこれね。エスコバーの当たりがかなり伸びました。入ったかなと思いましたね、そんな強打がセンターの前に近本がチャージしてボールを取りました。グラブで拍手。秋山ツーアウトです。いや今の、アウトはありがたいでしょうね。いやもう打った瞬間ヒットですから ね、はい、ねという、ね、はい、感じがしましたけど ね今スタートも良かったですね、はい、多少左から右目の追い風っていう感じですもん ね、さあこれはどうだ。左中間バックスルーバックスルー追いつきました。深いところ近本が前に来て今度は後ろに行って縦横無尽にこの外野を駆け巡ります。これも2本目でしょ。あの糸原のね、あの丸が取ったんもね。そうですね、うん、ここの角度が伸びますね。でもランナースタートを切って打っていった松山の打球近本が追っていく追いついた鈴木が戻ります。いい当たりだセンター近本俊足飛ばして打球に追いつきました。ストレート弾き返すセンター前に出てくる近本ランニングキャッチ。かってどういうふうに生かそうかというね、はい、考え方でいいと思うんですよね。うまく打ちましたがセンター近本の守備範囲でした。左中間へ伸びていく伸びていくセンター近本追いかけるジャンプした大ファインプレー。
けたと思いましたね。でもね、ましたね、まあ、よくでも取りましたね。近本センスいっぱい、ジャンプのタイミングもドンピシャ。つながりませんでしたが、青木がツーベースで出ました。ベテランで作った7回、この8回代打の疲労か、うまく打ち返しましたが、センターフライでワンアウトです。これはライトへの大きな当たりになりますが、右中間はどうでしょうか。センター2へ近本が行きました。間に合っています。ナイスプレー。失礼、そうですね、でこれセンターへの打球になります。センターはナイスプレー、近本がしっかりとセンターで掴んで、これでワンアウト。いやもう ある1球ですよね、はい、初めてです。これも右中間への打球ですが、近本スライディングキャッチ、ナイスキャッチです、ね、今近本のいい足入れましたけれども、はい、詰まってますからね、うん、飛んだコースが良かったのでっていうことなんですけども、確かにこう打球もそうですよね、はい、ガンケルの投球に押されてますよね、はい、まあ、ボールに力はあるんですけどね、うまい具合のセンター前なんですが、距離を測って近本がボールを取りました。だんだん動きはないが、どうだ、これはセンターの前に落ちるかどうか。近本落下点、ランニングキャッチです。初球はインサイド入ってくるボールはセンターへ、大きな打球は手前で取りました。近本ランナーが戻ります。もう少しでという大きな当たりでしたが、深いところ近本を抑えました。で1点は返しておきたい、そんなイニングですね。初球からいった、センター後方へのフライ、近本下がって下がって滑り込んで取った、近本ファインプレー。ここはセンター近本がチームを救う、この守備でした。左バッターの、左中間の打球ですので、はい、切れながらの軌道になるんですよね、打ち上げました、外野フライだ、しかも後方だ、左中間だ、センターかなり深い、うーん、センターの近本取りました。三塁ランナータッチアップでホームへ、二塁ランナーも三塁へ。いやー、よく取りましたよ、近本、今のは。さあ勝ち越した後、坂口のこの打球、ライトへのこの飛球は、しかしセンター近本が追いつきました。さあ4球目はインコースいく、あ、インコース近め勝負いって、センター近本はあと難しい体勢取ってるかな、取ってます。いいオーダーです。西野1球目、初球を振ってきました、センターへの飛球は近本追いついた、センターフライでワンアウト。いや、 やっぱり井川さん、この近本の守備の足ですよね。そうですね、この守備入りがあったらやっぱりピッチャー助かりますよね、はい、これ投手心理どうですか、ちょっとこう打たれたかなっていうところはありますか。そうですね、ボールが切れてくるんですけど、それと同時にこう動いてくれるんで、あ、なんとか取ってくれるかなってこう思いはあると思いますね、はい、これもセンターへのいい打球だが、近本ランニングキャッチ。右中間のフライです、センター近本、おお、よく取りました。糸井も来てたんですが、うん、これは左中間センターへの打球、バックしてセンター近本がフェンスの手前、ナイスプレー。まだ余裕があるぐらいでした。ここで藤波は変えてきました、うまく乗せましたが、センターの前、スライディングキャッチ、近本守備範囲が広い、少し落としてきました。初球打ちだ、センターライトロハスも来る、センター近本取る、伊藤光は止まります。おお、近本素晴らしいスローイング、三塁ランナーの生還を阻止しました。バットが折れました、センターの前だ、届くか届くか、取りました、ランナーはちょっと出ている、ボールカットアウト、ダブルプレー、センター前弾き返した、中井がホームイン、センターからバックホーム、神里と競争タッチはアウト、神
タッチアウト。走ってきた、どうか、強肩の松本ですが、これはセーフとなりました。このスタートいかがだったでしょうか。まあいいスタート切ったと思いますよね。リードはね、はい、そんなに大きくないと思うんですよ。ランナースタート、さあ勝負になった、どうか、盗塁成功、今シーズン2つ目の盗塁成功。外してたんですよね、はい、うん、そこをかいくぐりましたからね、もう完全にセーフですもんね。完全にセーフでした、はい、もうこの今年の最初の対戦でこういうのをしっかり決めていくというのはやっぱり大事ですよね。大事ですね。タイガースは近本が出てチャンスです。ここで近本スタート、どうだ、タッチはセーフです。これは際どいタイミング、出るともうツーベースですねそうですね、やっぱりこうスライディングが速いですね。あ、スピード落ちないですもんね、スライディングでね。やっぱり多分、あの盗塁の上手い人とかはこれで落ちないっていうね。スリーツーフルカウント、低め、ランナースタートしてサードへボールを送りましたが、三塁はセーフになりました。いった、キャッチャー後ろ、二塁へ投げる、盗塁はセーフ。近本がここは足で見せていきました。ランナースタート、タッチはセーフ、空振り三振、タッチはセーフです。スライディング曲がったかな今、逃げましたねちゃんとね。ツーアウト、そして盗塁は成功です。これは力のあるボールでした、ね、うまく避けましたね。あ、そうですね、避けながら、ランナースタート、来ました、ね、盗塁は成功です。なんでね、2番糸原スタートを切りました。いきなり走ってきた、盗塁成功、スタート来た、タッチはセーフ、盗塁成功。やはり落としそうです。おっとワンバウンドになりました、突っ込んでくる近本、バッテリーミス、近本がホームを踏みました。三塁ランナーにいたのはこの近本、逆にタイガースから言えばこの近本がやっぱり出てくれると、もう初球打ち、セカンド宮本横飛び一塁へ送球、判定はセーフ。ファインプレーを見せましたセカンドの宮本、しかし俊足の近本の走力が勝っています。これで近本今日3の3猛打賞になりました。このプレーはどういうふうにご覧になりました。まあ、あのセカンドとしたら、まあ、いっぱいいっぱいのプレーだったんでしょうね、はい、近本の足が勝ったということですね。取ってからも早かったんですが、ワンボールワンストライク、センターに抜けようかというところ、坂本一塁はセーフ、セーフ、一塁はセーフ。少し送球が高めに浮いて一塁の中島がジャンプして取った、その隙に中この近本の足が先に入ったと、なんとなくイメージができやすいんでね、はい、ショートうまく取った強打、一塁ターンをして、あ、セーフ、足が離れたか、強打はいいプレーをしましたが、怖いですよこれね。今度は叩きつけて引っ張った形、競争になるが、ここは近本の足、その中で選択は落とした、ベースカバー小川行く、しかし足が速い、近本のスピードが勝りました。またしても失礼、もうちょっとやっぱりこの打球に関してはこの小川のスタートが遅れたということでしょうね。あ、そうですか。まあ、最後も抜かされてますから、まあ、スタートが遅れたというよりもちょっとこう、まあ、最後刺されてしまったというようなことでしょうね。このセーフティーバントだ、意表をついた、岡本は一塁へ送球がセーフになりました。いやー、川内さん見事な攻撃ですが、ランナーなし、1番近本、お、セーフティー、高橋素で取って一塁ですが間に合いません、内野安打で出塁。ここは送って
来ましたね。あ、うまい。セーフになるよ。もう一塁どうか。中野三塁へ。三塁一塁になりました。いや、足の武器、そして足の脅威でビシエドの悪送球を誘いました。サード来た、打ちに行って、あーっと投げられません。決まりませんでした。ピッチャーゴロ、勢いが死んでいる分、これは近本の足なら悠々セーフ。嫌がってる素振りがないんですよね。低い変化球でした。前に出てきて投げられません。近本の足、2人ともね、ちょっと怪我で先制を離れましたので、いいバントになりました。最後の形になりました。バントでしかもヒットになりました。ヒットになりましたね、はいはい、蹴ると、あの内安打率 18.7% はリーグナンバーワンなんですが、あの際どいところに飛んでのもちろん内安打もあれば、今のようなセーフティーバントの内安打もあると。バッター1番の近本からセーフティーを狙ってくれ。三塁まで転がした、誰も取れません。素晴らしい。あんまり良くないのかな。ここもセーフティー転がして、またも岡本の前ですが、あーボールが取れた、取れた。さあ上田は三塁からホームに戻ってきました。ここは当たり損ねですが、足が速い近本、一塁を打セーフだ。さあ出ました。新鮮です。ショートくるっと回った田中、近本の足。1000名の中村雄平がマスクをかぶっています。ここは変化球、力のない当たり、素手で取りました。エスコバー、しかし近本の足が速かった。あたりがその2年目の一つ成長というところあるかもしれません。さあ連携プレーはどうか、足ボット、近本わずかに早かった。もう本当に、まあ、内野手の連携も無駄がないというふうにも、もうこれは無理ですね、本当にわずかの差です、うん、近本鋭いスイングですが、このプレーどうか、おっとセーフだ。この辺りはファーストゴロになります。おっと一塁はセーフになりました。このボテボテの打球は投げられない。ここもスタートを切って小深田、一塁セーフです。お、ここは自らも生きようと一塁に進んで、さあランナー三塁一塁、この近本の判断、なんかね、こう足を使うようなね、ところを言ってるのかなっていうような感じさせる、そうですね、そんなような感じではありますよね。てるんでね、ちょっとこうバックが盛り上げてあげなきゃいけませんよね。そうですね。おっとバントしてきました。ランナーは線に進んでいます。おっとセーフです、一塁。おっとセーフティーバントがうまいね、うまい狙いだ。ピッチャー取った、振り向いた、ちょっと遅れた。スノープレー、やっぱりなんとかこう突破口という時にはこういうのも有効ですよね。いや特にね、左バッターからするとね、このピッチャーねなかなか打てないっていうところでね、はい、5月好調、3割9分1厘当たっています。センター前、田口を捉えました近本。さあ打線としては野口さん、タイガースは西純也に援護点ですよね。ああそうですよね、はい、近本の好調ぶりというのはどういうところから来ていますか。いや、もともとこの人スロースターター、はい、左方向の打球はレフトの前に落ちました。ピッチャー返し、今日4安打目、絶好調の近本がこの9回の表も先頭バッターで出塁をしています。うまく打った、右中間ワンバウンドヒット、梅野は三塁回るホームに帰ってくる、同点、青柳を三塁へ、2アウトからの得点1対1。
村上のホームランで先制スワローズ。ツーアウトからの連打で、そのチャンスメイクから近本のタイムリーで同点に追いつきました。今度はクリーンヒットレフトへ。いずれも左方向の打球。2打数2安打近本、10打数6安打6割打ってます。初球一二塁間、これで11の7。粘って粘って、やっぱりその1打席を大切に。おー、ナイスバッティング。4安打、近本今日4安打になりました。インコースライトの前に弾き返す。セカンドの中野は俊足、一気に三塁を回ってホームに悠々帰ってきました。2対1。バッテセカンドの横を抜ける、三塁ランナーホームイン、西はストップ、同点。2対2、近本の同点タイムリー。三遊間抜けていきました。となっています。近本が出ました。センターへ。近本3打数3安打。ここは止めます。ここは止めます。三塁一塁です。ツーボールノーストライク。弾き返します。さあ今日も近本が出塁します。バッターは近本です。1、2塁間破りました。ライト前ヒット。2塁ランナー俊足の中野帰ってくる。ボールは戻ってきました。キャッチャー抑えた。ランナー2塁へ行きます。それぞれ進塁。今日母の日、球場にもたくさんのピンク。センターへライナー、ノーアウトランナー1塁。しかも近本が出ました。さあ阪神が4回の表、この回先頭。チーム初ヒットは1番の近本。センターに持っていきます。初球から打って三遊間抜けていきました。ただスタートが遅れた梅野。引っ張った。一二塁間抜けて山本三塁に行きます。さすがの近本。いい当たりです。ランナー出ました。キャッチャーとしてもフルカウントにはまあなるべくしたくないので。はい、1番近本からセンターへ。落としてて落としてっていう、その近本が弾き返してセンターの丸バックして届きません。近本は今日猛打賞、センターを越えるタイムリーツーベースヒット。逆方向はこれもヒットになりそうだ。セカンドランナーは三塁回る。一塁ランナーはどうするか。三塁ストップ。バッターランナー二塁です。初球打ち、左中間広く空いていた角中の右、抜けていったヒット。初球を捉えた近本、先制のタイムリーツーベース。小畑帰ってきました。成績に反映されとる一つの要因でしょうね。はい、5月状態のいい近本。近本らしい打球。引っ張ってライト線へ。二塁に向かう近本です。ツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁。今日3打数3安打の猛打賞、今シーズン7度目。線が結構左ピット押しからは長打を打っている。その近本が左中間を破りました。夢野が帰ってきます。近本は二塁回ったところでストップ。またタイムリーツーベース。またこれ左ピッチャーからの長打ですよ。そうですね、まあ、でも見てる限り悪い球ではないんですけどね、はい、必ずうまく近本選手が打ちましたね、そうするとメルセデス投手のボールが悪いというのはやっぱりタイガース打線しっかり捉えていると。そうですね、はい、青木がいい投球してましたからね。おお、
ット越えでレフト線抜いてきました。近本さあ二塁向かった、奥深くまで行って小竜役処理スベスト、もしかするとね、うん、みんな全体的に早めの数字にはなっています。センターへの打球、磯畑の頭を越されました。さあ近本は俊足を飛ばしてセカンドも勢いよく回っていく。さあそしてサードもスライディングで到達、リードオフトリプル、リハン広いんですが頭を越されました。まあ今年ファイターズは全体的に少し前めに守ってるっていうのもありますけども、はい、まあ、今の近本選手の打球はね、まあ、あそこまで行ってもおかしくなかったですし、一塁線フェア、梅野帰って、そして近本三塁に行きます。6対5、タイガース1点リードと変わります。2アウトで1番の近本、2回り目の対戦となりますが、近本のその振り切った打球、打球は伸びていってどこまで飛んでいく、上段に飛び込んでいきました。パンチ力を持った選手でもありますから、痛烈な打球行くのか、行った。メンバーからは外れています。ベンチ入りのメンバーからも今日は外れています。さあ近本初球打ってライトへ、どうだ、今回も先頭バッターホームランを打ちましたということにもなります。んライトへの大きな当たりはゴーイングゴーインググッバイ、甘めのストレート投げてしまいましたね。うん、宮西は通算のホームランの打たれた数が、そういう役割なんですよね、難しい。近本の当たり、鈴木は追わない、どうか伸びるぞ、行くのか、入った。出塁も4割7分2厘あります。打ち上げました、ライト浜風はない、ポール際どうだ、入った。ライトです、岡島が見送って、近本の逆転のツーランホームラン、まっすぐを捉えました。はい、まっすぐですね。